はい、フリーランスライターの古川です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、もう12月末、年末ではありますけども、カゴメの、野菜ジュースですね、野菜生活100の12月バージョン、ちょっと遅れましたけども、登場しましたのでご紹介します。で、季節限定のアマオミックスです。今度はイチゴになりました。で、アマオご存知だとは思うんですが、まあ、関東の方はイチゴっていうとこう栃木産とかが、まあ、有名だったりしますが、福岡県のアマオです。福岡県はイチゴは前から、まあ、豊の香っていう、ブランドがあって、非常に有名でして、で最近はあのアマオってでかいんですよね。スーパーで見かけたので、ちょっとアマオの実物の写真も記事の方にアップしてますのでご覧いただきたいんですが、でかいんですよ。 でかいのに甘いですね。大味になってるわけじゃないですね。で、まあ、いろんなイチゴ、日本はイチゴ非常に有名ですので、有名かとか日本では有名ですけど、ただ世界的にこんなに甘いイチゴがですね、取れる国ってあんまりないと思うんですよね。なので、もっと積極的にこう海外へ、打って出れるようなブランドではないかなというふうに思います。で、例によりまして、このカゴメ野菜生活100のアマオミックスを紹介するんですが、なぜかですね、ちょっとこうエッジがついてますね、箱ね。箱をなぜか今回からですね、ちょっと立体なんです。こっちとこっち側、こっちとこっち側立体になってるんです。なぜそうしたのか分かりませんが、もちろん、期間限定ですので、在庫なくなり次第ということになります。コンビニではね、早くなくなると思います。で、先日スーパーに行ってみました。これも写真載せてますのでご覧いただきたいんですが、スーパーではですね、まだみかんとイチジクだったかな、まあ、まだ一等地に山積みで売られてましたので、アマオがまだないっていうことはこれから入ってくるんじゃないかというふうに思います。すごいいい場所にこうこれの一つ二つ前のバージョンがガバッと並べてあって、今度売れてたんですね。びっくりしました。で、ちょっとこうデザインをですねご覧いただきたいんですが、まあ、アマオありますよね。で、その下にこう野菜とか、まあ、リンゴとか書いてますが、その間にねちょっとこう南国っぽいというか海が見えると思うんですよね。このデザインなんですけど、実は鹿の島ってご存知ですかね。鹿の島って、福岡市東区なんですが、半島になってるんですよ。細い半島にJR の香椎線っていうのが通ってます。で、その西戸崎っていう駅があるんですが、そこにこう海の中道海浜公園っていう国営の、サイクリングとかができる広い公園があるんですけど、さらにその先にですね島があるんですよ。鹿の島で、その鹿の島をデザインしたんです。実はねこれ福岡県の人が見ればよくわかります。あ、これ鹿の島だってわかります。現実としては島なんですけど、サスって砂の巣ですね。砂が堆積して、実際には地続きです。ですので道路も走ってますので陸続きで行けますが、島です。で、何で有名かというとですね、社会で習ったと思いますが金印が出たところです。漢の、和の名の国王ですか、卑弥呼の金印が出たところがここです。鹿の島です。で、鹿の島では実はこうイチゴの栽培が非常に盛んでして、まあ、気候が福岡の中でも比較的、温暖でいいということもあるんでしょうけども、イチゴの栽培に適してるんですね。なのですごく、このアマゴに限ったことじゃないでしょうけども、イチゴの栽培が非常に盛んです。
で、その金印の出たところですので、まあ、金印は書いてませんけども、鹿の島のこう絵が書いてます、行くとね、非常に砂地っていうか非常に細い半島なので、うん、先っぽの方ね、電車は走らなくて、機動車なんですが、JR で行くと、なんか砂漠の中を鉄道が走ってるみたいで、非常に不思議な感覚です。その時は徒歩でもバスでも行けますし、福岡市の中心部からだったら、船もありますので、船に乗って、渡船で行くこともできます。ぜひ一度観光に行ってください。それはいいとして、じゃあちょっと飲んでみますね、実際に。色はね、トマトジュースみたいな色でした。普通にイチゴジュースです。例によって野菜っぽくないんですけど、これもちろんまた例によって砂糖食塩不使用で、野菜の果汁 50% の果汁 50% です。で、あまおう以外に何が入ってるかっていうと、まあ、前と一緒ですね。野菜は人参、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、芽キャベツ、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、白菜、ケール、パセリ、ナス、玉ねぎ、大根、キャベツが野菜です。で、果物はリンゴ、バナナ、オレンジ、イチゴがアマオ 100% でレモンということで、食塩も砂糖も使ってないんですが、これ甘いですね、うん、甘いですね。まあ今冬の時期、まあ、外今いますから気温10度ぐらいなんですが、外にいてですね、これ常温で今飲んでますが、まあ、外であんまり飲む人いないと思うんですが、部屋の中でこう暖かくして、こたつかどうか分かりませんが、ストーブとかね、エアコンとか、つけた暖かいところで冷たいこれアマオミックス飲むといいと思います。外ではね、常温の方がいいかもしれません。まあ、爽やかな香りと上品の甘さってありますけど、甘いのは甘いですけど、いちご独特の酸味があるので、なんか砂糖ベタベタの甘いとかそういう甘さではないです。いわゆる果物のすごい甘い系統の甘さ、です。これはまたいつにも増して甘くて、全然野菜ジュースっぽくなくて、普通に果物ジュース、果物系のジュースに思えるのがちょっと不思議です。ちょっとびっくりです。まあ、地産全消ということで、これ毎回紹介してますけども、その地域の特色のある、特産のものを、全国で消費してもらおうということで期間限定で発売してるんですが、コンビニにはありませんけど、スーパーには意外と、ありますので、いちじくはありました。いちじくみかんまでありましたので、ぜひ過去のシリーズもですね、試してみてください。で、今回はですね、カメラを360度の全天球カメラにしましたので、ブラウザとかあとスマホの埋め込み画像でご覧の方はこうグリグリってやってもらえれば、こう全天球、360度見ることができます。で、 YouTube アプリでスマホでご覧の方は、VR ゴーグルを持っておれば、スマホ入れて VR ボタンを押せば自分の向いた方向に方向で画面を 3D で見ることができますので、お試しください。で、ここはですね、東京都江戸川区の古川親水公園と、まあ、私と同じ名前なんですが、親水公園っていう、まあ、運河というか川というか、普通はまあ暗渠にしてしまうところ多いんですけども、あえて外に出してですね、川底を非常に低くして、
子どもが水遊びできるようにした公園です。まあ、今冬なんて人入りませんけども、夏になるときれいにして、きれいな水を流して、ここで子どもたちが水遊びができるようになってます。トイレとか、あとシャワーとか、まあ、水ですけどもあります。ずっとこれ1キロぐらいにね渡ってこういう公園が続いてます。まあ、ベンチもあったり、さっき言ったトイレシャワーあったり、手が洗える水道あったり、あとこういう、まあ、岩場もありますけども、吊り橋みたいのがあったりとか、小さいですけどね、そういう公園が江戸川区に何か所かあります。まあ、こういった公園でこう散歩でもしながらですね、こういうのカバンに入れてちょっと座って飲んで帰ると。強引ですか。はい。まあ、でも、そういう使い、そういう飲み方っていうのもいいと思います。まだ来年までこのカゴメの、この野菜生活100の、季節限定シリーズはあるようですので、年明ければですね、また紹介したいと思います。ということで、今年中に発売されるこのシリーズはアマオで終わりです。また来年お会いいたしましょう。今日もご覧いただきましてありがとうございました。